どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、 ANA マイル還元率 2.1% のですね、マジカルクラブ T クレジットカード解説ということで動画ねやっていきたいというふうに思っております。こちらのねマジカルクラブ T クレジットカードね、皆さん知っておりますかね。私もね先日までね知らないクレジットカードということで、最近ですねお得系のね YouTuber の方がですね結構ねこちらの動画をね出しているので、もしかしたらですね知ってる方もねいらっしゃるかなというふうに思うわけなんですけども、こちらのねマジカルクラブ T クレジットカードですね、年会費無料のねクレジットカードっていう風になるわけなんですけども、 3% 還元がね受けられるクレジットカードっていう風になってるんですよね。またですね、このマジカルクラブ T クレジットカードはですね、まあ、T クレジットカードということで T ポイントがね 3% 還元で貯まるクレジットカードという風になっておりまして、 T ポイントということはですね JQ みずほルートをですね利用していただければですね ANA マイルにね交換することができるっていった形になっておりますんで、 ANA マイルのね還元率が 2.1% ね受けられるっていう風になっておりますんで、気になる方はですねぜひね最後までご覧いただければなという風に思っております。それではまずですね、こちらのマジカルクラブ T クレジットカードのですね基本スペックね行きたいというふうに思うわけなんですけども、年会費無料っていった形になっておりまして、基本還元率は 0.5% っていうふうになっております。 0.5% ということで200円決済につき1ポイントがですね貯まるクレジットカードというふうになっておりまして、貯まるポイントはですね T ポイントがね貯まるっていった形になります。またですね Apple Pay、Google Pay にもね対応しているクレジットカードというふうになっておりまして、国際ブランドはですね JCB っていった形になってるんですよね。でですね、こちらのクレジットカードのね件名を見ていただくとですね、日線のね名前が入っておりますよね。まあ、こちらはね日線との提携カードっていう風になっているようなんですよね。まあ、私もね最近までねこのクレジットカードね知らなかったので、まあ、もしかしたらね最近できたクレジットカードなんですかね。まあ、それすらもねちょっとわからないっていった形になっているわけなんですけども、このねマジカルクラブ T クレジットカードはですね、2023年の5月の10日までですねクイックペイで支払っていただくと 3% になるねクレジットカードっていう風になってるんですよね。こちらの 3% 還元っていうのは、先ほどね基本スペックで基本還元率 0.5% っていうね説明をさせていただいたと思うんですけども、それを含めてね 3% 還元っていった形になるんですよね。まあね 3% 還元っていうとですね、セゾンパールアメリカンエクスプレスクレジットカードのクイックペイ 3% 還元っていうのはねありますよね。同じかとね思われる方は結構いらっしゃるかなっていうふうに思うわけなんですけども、マジカルクラブ T クレジットカードはですね年会費がねずっと無料なんですよね。でセゾンパールアメリカンエクスプレスクレジットカードもですね、初年度は年会費無料で、次年度ですね1回ね利用すると無料にはねなるわけなんですけども、マジカル T クラブクレジットカードですね、何もしなくてもですね年会費無料でですね 3% 還元っていうのがね受けられるっていった形になりますんで、この点でね結構強みかなというふうに思っております。またねセゾンパールアメリカンエクスプレスクレジットカードの、まあ、3% ね還元キャンペーンっていうのは、当初ですね私がねデスクにね電話して確認させていただいた時はですね、この 3% 還元っていうのはですね2022年の3月までねこの 3% 還元でそこでね終了いたしますっていうね話だったわけなんですよね。なんですけども途中からですねデスク回答がね変わったっていった形になっておりまして、2021年5月現在はですね終了未定ということで、回答がね変わってるっていった形になるんですよね。まあね一回ね回答が変わってるということで、もしかしたらですね数ヶ月後に終わってるかもしれませんし、2022年の3月末でねこのキャンペーンがね終わるかもしれないなっていうふうに思ってるんですよね。まあその点ではですねマジカルクラブ T クレジットカードはですね2023年の5月までね
この 3% 還元っていうのはねあるっていった形になっておりますんで、この点でもですねおすすめポイントかなっていうふうに思っております。またですねマジカルクラブ T クレジットカードっていうのはですね200円につき1ポイントをね獲得することができるクレジットカードっていう風になってるわけなんですけども、セゾンパールアメリカンエキスプレスカードに関してはですね月の利用額の1000円に対してですねポイントがもらえるっていった形になっておりますんで、1000円にね満たない端数のね金額があった場合その分はね切り捨てられてしまうっていった形になるんですよね。まあこういう意味でもですねマジカルクラブ T クレジットカードね結構いいのではないのかなっていうふうに思っております。それでは次にですねマジカル T クラブクレジットカードですね ANA マイル還元率 2.1% の詳細についてなんですけども、私の動画をねずっと見ていただいている方はですねある程度ね分かってるかなっていうふうに思うわけなんですけども、貯まるポイントはね T ポイントっていう風になりますんで、それをね ANA マイルに交換する場合ですね一番ね交換率の高いルートは JR キューポにね交換していただいて、その後ね永久不滅ポイント、そこから ANA マイルっていうねルートを組んでいただくとですね T ポイントを 70% で ANA マイルにね交換することができるっていう形になっておりますんで、マジカルクラブ T クレジットカードに関してはですね 3% 還元っていう風になりますので 70% で ANA マイルにね交換することができますので、 ANA マイルの還元率は 2.1% っていった形になるんですよね。ですので100円決済ですね 2.1 マイルがね貯まるクレジットカードっていう風になるわけなんですよね。まあクレジットカードっていう風になるわけなんですけども、まあ、支払い方法はですねこのキャンペーンはクイックペイで支払うと 3% 還元っていう風になりますんで、普通のねクレジットカード決済ねしてしまうとですね 0.5% 還元っていう風になってしまいますので、まあ、この点はですね注意していただきたいなっていう風に思っております。それでは次にですねこのマジカルクラブ T クレジットカードの 3% 還元についてなんですけども、こちらね公式サイトにね記載がされてないんですよね。というのもこのマジカルクラブ T クレジットカードの 3% 還元っていうのはですねクレジットカードの申し込み方法はね限られているっていう風になっておりまして、こちらね公式サイトから発行してしまうとですねクイックペイ払いでも 0.5% 還元っていう風になるわけなんですけども、ポイントサイトを経由してね発行していただくとこのクイックペイがですね 3% 還元がね受けられるっていった形になってるんですよね。まあ、私ね長い間ですねポイントサイトの案件ね結構利用してきたわけなんですけども、まあ、こういうねポイントサイトを経由すると還元率が変わるっていうのはですね聞いたことがないんですよね。まあね案件としてポイントサイトにねあるわけなんですけども、まあ、こちらを経由していただくとクイックペイのね還元率が 3% 還元になるっていった感じになるんですよね。でですねこのマジカルクラブ T クレジットカードのポイントサイトの案件なんですけども、ポイントサイトライフメディアで3000円分のね案件で出ているっていった形になっておりますんで、マジカルクラブ T クレジットカードね発行検討されている方はですねライフメディアのね URL は動画の概要欄にね載せておきますので、そこを経由していただいてですねマジカルクラブ T クレジットカードね発行していただきたいなっていうふうに思っております。間違ってもですね公式サイトからですね申し込みねされないようにしてくださいね。もちろんですね公式サイトから申し込まれてしまうとですね 0.5% 還元の年会費無料のクレジットカードっていうふうになってしまいますので、これではね注意していただきたいなっていうふうに思っております。またですねこの 3% 還元がね受けられるポイントサイトライフメディア経由でこのマジカルクラブ T クレジットカード発行するとですねこの還元がね受けられるっていう風になっているわけなんですけども、こちらねライフメディア以外でもですねこの他のポイントサイトでも経由して発行すると 3% 還元とかねあるわけなんですけども、こちらね他のポイントサイトだと2021年5月の18日にですねこの案件早期終了っていうのがもうねアナウンスされているっていった形になるんですよね。今ね私が確認したところだとポイントサイトライフメディアですねまだね早期終了みたいなね話は記載がねないわけなんですけども、最悪ですねこの動画が出されている時間にですね5月18日までの早期終了みたいなねそういうアナウンスがされている可能性もねゼロではないっていった形になっておりますので、もしねマジカルクラブ T クレジットカードね発行検討されている方はですねぜひね早めに検討ねしていただきたいなというふうに思っております。
いかがだったでしょうか。今回ですね、ANA マイル還元率 2.1% の還元率をですね、取れるマジカルクラブ T クレジットカードのですね、解説ね、させていただいたわけなんですけども、最近ですね、ANA マイルね、還元率 2.1% のクレジットカードではなくてですね、クイックペイのね、払いでこの還元がね、受けられるクレジットカードがちょこちょこね、増えてきましたよね。まあ、セゾンパール、アメリカンエキスプレスクレジットカードもそうですし、まあ、今回のですね、マジカル T クラブクレジットカードもですね、2.1% がね、出せるということで、どうにかね、これ 2.1% ね、超えるね、カードっていうのはね、出てこないかなと思っているわけなんですけども、なかなかね、出てこないかなっていう感じですね。でですね、今回、マジカルクラブ T クレジットカードのですね、ポイントサイト経由で、発行すると 3% 還元が受けられるっていう風になってるわけなんですけども、こちらね、公式サイトを見ていただくとですね、こちらのマジカルクラブ T クレジットカードっていうのはですね、月3万円以上利用するとですね、ポイントが2倍になるね、特典っていうのが付帯されているわけなんですよね。こちらね、本来は付帯されているクレジットカードっていう風になっているわけなんですけども、このね、クイックペイ 3% 還元が受けられる方っていうのはですね、現時点でのですね、話では3万円以上ね、利用すると2倍になる特典についてはですね、利用することがね、できないっていった形になっているそうですので、この点はですね、発行検討されている方は覚えておいていただきたいなっていうふうに思っております。あくまでね、マジカルクラブ T クレジットカードをポイントサイト経由でね、発行していただくとですね、最大 3% 還元っていうふうになりますんで、それ以上ね、還元率は今現時点での情報ではですね、上がらないっていった形になっておりますんで、まあ詳しい話はですね、私ね、このクレジットカードも発行しておりますので、まあ来たらですね、またね、検証みたいなのね、していきたいなっていうふうに思っておりますので、そちらもね、チェックしていただきたいなっていうふうに思っております。今回の動画はね、こんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッターもやっておりますので、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マイルとボンボイホテル、ヒルトンホテルのことについてね、発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。